お久しぶりの家族車中泊旅。今回はみんな大好きベビースター、車内飯、飲んで食べて大大大満足のリアル旅2日間お届けします。はい、皆さんこんにちは、うりママです。撮影をしたんですけれども、あまりにも雑音がひどく声が全く聞き取れないのでアフレコで失礼いたします。はい、久しぶりの家族車中泊旅、本日は三重県松阪市の道の駅飯高駅にお世話になろうと思っています。こちらの道の駅は温泉があったり市場があったり、結構充実した道の駅らしいので、ちょっと楽しみにして向かいたいと思います。そして道の駅に行く前に、皆さんこちらのキャラクターご存知ですかね。私たちの時代はこちらのキャラクターだったんですけど、今こっちの星尾くんっていう風に変わっていて、こちらのおやつカンパニーの工場ですね、おやつタウンっていう子供が遊べる施設があるので、そちらに寄ってから飯高駅の方に向かっていきたいと思います。行ってきます。 おやつタウンに着きました。人いないよ。お腹空いたよ。人いないよ。あ、ここが工場じゃない？今日はあいにくの雨ですね。ピンクのカレーって今まで食べたことなくない？見た目も美味しくなって、味はどう？うめぇ、うめぇ。どうですか？本格です。どうでした？感想は？怖くなかった？めちゃくちゃ高かったよな。はい、ではおやつタウンでたっぷり遊んだ後は今から飯高駅に向かっていきたいと思います。あ、めちゃくちゃ大きいやんか。あ、わらしべたい駅もあるやん。わ、大きい飯高駅。一回ちょっとぐるって回ろうか。ほら、飯高駅
まあ、結構広そうな、あ、温泉ここや、温泉ここであって結構いろいろ売ってそう。こっちになんかまた、あ、出来立て工房パン、もしかしていいんじゃないですか、パンとか。ちょっと今日はあるもんでしか作れないぜ。いろんなこう地元の特産品が売っております。他の娘は家に大量のがいます。今日の夕飯、子供たちのここは215円、これでいいじゃん、ね、これも買おう。好きですよ、甘口アサリ、いいね、買いましょう。入浴料は大人660円、子供330円。もうお風呂すっごい良くて感動しました。景色も最高でした。すごい芸能人の人たち、ママの大好きな方が話してます。さあ、準備してくれてます。買ってきた、ここは大判焼き、ズッキーニ、トマトに、ちょっと待って、2本目、2本目なん。何ですか、一緒に飲もうと思ったのにな。最悪。コウさんのことなんで知っとんねん。知っとる。そんなにそんなに寝ちゃうやん。最悪。立派すぎるね。今日はあの道の駅で買ったものだけで、基本的に食事を作ります。作ります。道の駅で買ったものだけで食事を作るぞ。難しいぞ。道の駅で買ったもので食事を作るぞ。ジュース飲みたい人。はい。捕まえたら100万円。格好つけてキャベツを切ってる。捕まえたら500万円。サラダができたよ、サラダが。ほらほら、サラダサラダ。伊豆島ハイボール美味しいやんな、これ。あ、え、これアルコール8もあるよ、私倒れやん。伊豆島ハイボール何飲んでる。お酒ですよ。なんか食べてる。乾杯。泡口開けにって飲んでる。アサリですよ。いただきまーす。美味しいものをこうやってこの場でいただけるっていうのは最高やね。
さっき買った山菜おこ。山菜おこ。もち米やからさ。二人ともいただきますしてください。いただきます。はーい。